皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、二の国白き聖杯の女王実況プレイパート10やっていきたいと思います。モエールの森を抜けてババナシア王国へ向かう途中です。まあおそらくもうモエールの森はもう奥の方まで来てるんで、まあイベントを少し見て、いよいよババナシア王国ですね多分森を抜けたらまあ砂漠があるということなんで、まあ、とりあえず砂漠ですね。砂漠か、砂漠越えか、大変そうだな。見て雫、泉だよ。でもボロボロになっちゃってるね。あちゃー、ひどいありさまやな。しかしこれではっきりしたで。え、何こいつは命の泉ちゅうてな、森の生き物たちの命の源ともいえる泉や。卵のつたが枯れたのも妖精がおらんのも泉が壊されて森の命の力が弱まったからや。しかし誰やねん、大事な泉をズタボロにしよったやつは。ん、ちょっと待てや、どうしたの。嫌な予感がするで。こんな時には真犯人が現れるもんや。本当にそういうパターンや、俺を信じろ。わっ、来たかな。ほらな、祈りの森の守護戦士ホーンタウロス、いきなりボス戦だーと。さてとりあえずオリバーで様子を見ながらね、魔法打ち込んでいこう。氷結、よし、やっぱ氷結が効くのか、わかんない。守る、よし、守らなきゃいけない気がした。おお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 ゲッ、必殺、159。おっ、起こった。氷結、あでもこれいける氷結、よいしょ、氷結一瞬近くに寄ってね、すぐに逃げる。わっ、なんだオリバー、なんか嫌な予感がするぞ。一旦ここはガードするんや。オッケー、待った、よっしゃ、いいぞ、ちょっと待っとけ。おお、頑張るね、これでどうや。しずく、よっしゃ、今がチャンスや。よし、ウッキー行け。頑張れウッキー、当たってないぞウッキー。間違った、危ねえ。よいしょ、いいところだけルッチで奪う。ボス撃破、大地のオーブ、ホンタウロスのページを手に入れた。
いていく。あの魔物帰っていったね。いや、魔物ちゃうな。あいつも森の主と呼ばれる存在や。主？北の森にいた森の聖獣のこと？あ、言うてやろ。イマージェンはあらゆる場所から生まれる。特に森みたいな場所ではその地を守りたいという強い思いが集まってごっついイマージェンが生まれんねん。それが主やね。けどな、さっきの主も明らかに目の色がおかしかったな。やっぱりジャボーに。その可能性が高いな。そしてあいつの怪力で泉が壊されたんやろな。まあお前のおかげで主は元に戻ったはずやけどな。問題はこの命の泉や。ねえしずく、ちょっと考えたんだけどさ、卵のツタ魔法で枯れる前に戻したよね。それならこの泉も。おう、冴えとるな。確かに同じ理屈でいけるんちゃうか。うん、やってみる。よし、そうと決まれば時を戻れ。綺麗な泉、これが本当の命の泉なんだね。これで主も泉も元に戻ったな。妖精たちかてそのうち戻ってくるやろ。そっか、次は会えるといいな。せやな。ほんなら改めてババナシアへ行くで。うん。命の泉の清らかな心によってマジックマスターの封印が解けた。伝説の物語のページを手に入れた。よーし。さあ、ではこのモエールの群れを後にしてババナシアへ。さてと、多分またこの辺からまた敵もね強くなるんじゃないかな。ええか、オリバ、初めて来る場所にはな、手強い魔物がおる可能性が高いんや。まずは無理してバトルせずに、とにかくババナシア王国を目指すで。了解した。もうね、見たことないモンスターがいっぱいですよ。こいつとかね、明らかに強そうだもん。パン。負けないよ。こいつ強かったんじゃないっけか。いけうき、獣対獣。よし、いいね。でも多分あいつ強いよ。アイス。お、金結構貯まったな。ババナシ王国でまたあれだ、装備を整えよう。で、砂漠を越えて、なんかまたいろんなモンスターがね出てきてますね。で、街どこだ。結構砂漠進まないといけないっぽいね。なんかちょっとした、なんだな、あの骨。見えてきたかな。オアシスじゃないか。わー、なんか来た。サンサン。あれ、待てよ。とりあえずウッキーで隣のコース倒そう。あたた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 、あいつ強いよ。頑張れ。回復ヒール。多分こいつは氷結。あーし、めっちゃ入る。あー、しずくありがたい。ドン。
見るからにね、水属性に弱そうだもん、あいつ。よし、レベルアップ。癒しの雫を覚えた。回復技だ。ただ、オリバーはね、ヒール使えるから、オリバー出して回復した方が早いっちゃ早いんだけどね。魔法系、まあ、補助的な感じだね、やっぱこいつは。さあ、とりあえず、目的地に到着だけど敵が追ってきてる振り向いて普通に戦えばよかった。負けないよ。逃げる。やばい、こらこら。ウッキー、よし、敵強い。この調子でいこう。よし、濃厚ミルク、いいな、美味しそうだな。はい、というわけでババナシアに到着。やっと着いたな、ババナシア王国や。うん、ゴロネールとだいぶ違うね。そらそうやがな、ここは砂漠のど真ん中にある国やからな。でもなんかいい匂いがする。ババナやな。この国にはババナっていう名産のフルーツがある。それら食べると絶品やで。せや、喉も渇いたし、ババナでも食べに行くか。ほんと？それそんなに美味しいの？そらうまいで。この国はババナの交易で大きくなったくらいやからな。じゃあ行く行く。せや、ババナもええけど、この町では賢者ソロンに会わなあかんからな。そうだね、町の人に聞いてみよう。ババナって、要はバナナです。あの、賢者ソロンを知りませんか？賢者ソロン？ああ、そう言ってもみんな知らないだろう。今じゃすっかりババナ売りのソロンだからね。ははは。ババナ売り？賢者じゃなくなったってこと？魔法を教えてもらえると思ってここまで来たのに。どういうことやろうな。ま、ちょうどババナも食べたいとこやったし、とりあえず賢者ソロンを探すか。うん、そうだね、ソロンさんを探してみよう。もうなんですけど、せっかくね、新しい町に来たから、とりあえず回復しようとりあえず宿で休もう。まあ、新しい町だからね、まあクエストも出ているだろうし、装備品もね、きっといいものが売られているはず。アイテムをしっかり回収して、よし、あとないかい？か、よし、じゃあ回復しましょう。おやすみなさい。マジックマスターのページが増えました。ミド大陸、南部地方ですね。よし、じゃあついでにセーブします。さて、進もうか、つうか、いろいろと見て回るんですけども、お宝見っけ。ふんわりパン3個も手に入った。いいな。あんまり使ってないから結構溜まってるでしょ。いいね。と、カラス紹介かな。では、装備品売ってるお店だ。お、骨の剣、石のナイフ、石の槍、木こりの斧、猛獣の爪。お金も結構溜まってるし、買っておこう。
で、タンポポ、石の槍で攻撃力上がるんですが、技が下がる。タンポポは多分物理で攻撃するよりも補助系なんで、技のね、強さを上げておいた方がいいと思う。まあ、攻撃技覚えさせてないけどね。とりあえず、猛獣の爪も購入。で、防具。商人の服。はいよ。あー、こっちもあったのか。あ、まあでもいいか。蛇側のマント。で、川の盾。なんとなく、ここのグレースやったら報酬でもらえそうな気もするけどね。ピカピカワッペン。頑張りワッペン。待てよ。素早さと器用さ。よりだったらね、頑張りワッペン。あ、まあ買えないけど。お金が足りない。あ、売ればいいのか。古びた剣裏打っていいでしょ。ねじれた角。で、木の槍。あ、それでも足んねえや。どうせあれだから、あの、頑張るからクエスト。これあ、わざとタフさ上がるからな。これむしろオリバーか。いやでもな、こいつ何も装備しねえんだ。よし。建物の中何もないかな。ないな。で、お隣、ここが一応つば九郎紹介なんですけど、まあクエストは撮影外でやるんで、後で回収しておきますね。で、袋紹介。お店の人みんな一緒じゃん、顔。不死鳥の羽。FF の中、フェニックスの王と中でいろいろ被るんだけども。まあ、いっか。ジューシーサンド。いいね、美味しそうだよね。腹減ったな。お、なんだろう、この人は。やる気か。やる気の心も持ってるんだよな。まあ、こういうか、そういうのに関わるやつはね、撮影外でやっておきます。ちょっとイベント見よっか。この人かな。あの、ソロンさんですか。ああ、そうだが。ソロンさん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れてジャボーを倒したい。ジャボー、君たちが。はい。悪いな、私にはもう魔法は使えない。え、どうしてですか。ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょ。何と言われても使えないものは使えない。
君は何ですか？あなたたちは誰？まさかこの子、抜け殻人か？はあ、ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったためにこの子はこんな目に。だから私はもう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違うと思う。え？苦しんでいるのは心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？うん。なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え？帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です、そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ、あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え？あの子の心の輪郭が見えへん。え？どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと心のかけら持ってきても始まらんで。どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因はお前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻ってもう一人のあの子を探すんや。うん、やってみる。そうと決まったら一の国に戻るぞ。あ、はい。とまあ彼女に似た雰囲気を持ってる子ということであれば一応心当たりはあるんですけどね。まあソロやる前に少しこの町の探索をもう少ししっかりとしておきたいのと、あとまあクエストをねいくつかやっておいて少しねもうちょっとなんていうか充実させたいんですよね。戦闘面を。今装備は一応カラス紹介で買えるものは片っ端ね用意はしたんですけど、まあ念のためにね。多分レベルとかも大丈夫だとは思うんだけどね。よし、とではちょっと短いんですけれども今回はこの辺にさせていただいて、撮影外でクエスト、今受けられるクエストをね片っ端攻略しておきます。でまた次回まあ抜け殻人になってしまったあの女の子のね心の輪郭を取り戻すために一の国に行ってみたいと思います。はい、では二の国白き聖杯の女王実況プレイパート10はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまだ見てくれなー。